いつも思うんですけど、これ何なんですか、はい、このつぶつぶ。これあの、カニビルの卵なんですよ。で、ここについてます。うわ、ほんとよ。こんなでかいやつなんか。もうこのカニの甲羅にこうやってついてるんですけど、これちっちゃいやつで謎が解けた。そうそう、で、ただこれあの甲羅についてるだけなんで、中には影響がない。そうそう、中の身とかは全くない、ないんですよ。黒いつぶつぶがついてるとなんかいいカニとか言うんですけど。そうなんですね。そうなんです、そうなんです。脱皮した時にこれ全部つるんって抜けるんですけど、でそこからやっぱ殻固まってくると、こういうのがこうついた状態のカニはだからこう殻が固まってて、いいカニって身には全く影響がないですね。そう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 。で今生きてるから、昼も生きてるってことですね。そう、昼も生きちゃってます。ここにちっちゃいのも触れますね。それはもう慣れてるから。確かに。サンサン、僕あのミミズとか5回触れないんですけど、カニビルは。カニビルは。